あ、すげえ、本当にすげえ、スーパーボールじゃん。いや、その隣にあるよ。部屋汚い。でも引っ越しだから、引っ越しだからけどさ、だからけどさ、だからけどね、それ何。いや、これさすがに怒ったよ俺。なんで。いや、なんで読まないの。いや、読まないでしょ。なんで俺のとこ置いたの。なんで一郎積み重ねる言葉100読まないの。いや、読まないでしょ。俺今 M&A とアライアンスについて学んでんのよ。じゃ学ぶ基盤じゃんこれ。うん、これなんか毎回ね、こう一応部屋の半分、左側が俺で、トミーの陣地、うん、右側が俺の陣地、簡単陣地ね、なんだけど、いっつも左側の真ん中にこれこうやって置いてある。トミーの荷物のとこにスッて置いてあるの。だから俺こうやってやって生活してる毎回。そうで、次の日こうトミーがいなくなってて、うん、で荷物置くとこにスッて、そう、学校から帰ってきたらこうなってて、なるじゃん、そんな。なんでトミーにこれ読んだ時の感想は気になって。読んだことないの。ちょっとさ、パラッとさ言ってよ。練習をやっているのは当たり前と思っているから、辛いなんて感じたことはありません。ともかく当たり前としか言えないけれど、うん、噛みまくるぐらい言い慣れてないもんね。全然意味わかんないわ。よーい。でも俺一応大好きだよ。で、好きでしょ。野球好きで、うん、でトミー読むかなって思ったら、絶対トミー手に取らない本だなと思った。うん、だって別に一郎のスーパープレイを YouTube で見ればいいじゃん。それが好きじゃん。だからもうその基盤のね、うん、いや基盤だな。うん、じゃあ最近なんか悩みないの。それに対して俺がちゃんと答えるから。うん、俺じゃなくて一郎さんが。うん、で響く人いると思うんだよこの本。ぜひちょっと手に取ってみてください。最近なんだろう悩み。ない。ないじゃないよ。なんだろうな。テスト勉強が大変。テスト勉強が大変。わかった。相手を叩き潰すまでやろうということです。誰だよ相手。結局この本読んでよちゃんと。うん、うん。響いて。記録より大事なもの、うん、数字はもちろん大切なものです。これがなくては現役を続けることはできないと思っています、うん、だがそれが全てないという、だがそれが全てでないということははっきりと言えます、うん、はっきりと言えてなかった。なんかさ、前さ2人でさ名言めっちゃ調べてる時期なかった。あったっけ。なんかさ、いろんな人の名言って面白いよねみたいな言ってる時期あったよね。あったっけ。なんかあったような気するな、うん、いや名言ってやっぱすげえからね結局な。時代超える言葉ってやっぱないからね。こんな方やってる場合じゃない。痛い。いや、蹴って。いや、違うでしょ。蹴ってなんで蹴ったんやろ。ごめんって痛いっていうの。ごめんって言ってんじゃん。言ってなかったじゃん。これ今現実逃避の時間だしな。うん、俺な、特に俺とかな。すげえからな俺今マジで、マジで本当に楽しいな動画撮んの。より思うよな。マジで動画撮んの楽しい今。この名言ってさ、やっぱ、うん、人の人生変える可能性あるもんな。全然あるっしょ。うん、やっぱ座右の銘っていうぐらいだからさ、一個芯が通るよね。うん、座右の銘何。人事を尽くして天命を待つでしょ、カンタは。かっこよ。え、でもなんかっぽくない。マジやれること全部やったらチャンス来るみたいな。かっこいいな、それにしよう。人事を尽くして天命を待つ。じゃあお前何にしようかな。何、え、決めて。で俺がカンタが決めたから。弱肉強食。なんで。ねえ、ライオン好きだから。俺だけ薄っぺれえな。薄っぺれえな俺のやつ。なんかライオン好きだからって。いやでもさ、誰が言ったかじゃない。間違いない。真剣にやれよ、仕事じゃねえんだぞ、タモリ。おお、かっこいい。これめっちゃかっこいいな。だから最後の言葉誰が言ったかなんだ、うん、結局、うん、それは言ってる人がなんか「おいおい」って人と違うけど、うん、そうそうそう、タモリさんが言ってたら、そうだから結局言う人じゃん。名言って、うん、人生は道路のようなものだ、一番の近道は大抵一番悪い道だ。おー、夢は逃げない、逃げて言うのはいつも自分だ。おー、虹を見たいなら雨を我慢しなくちゃね。なるほど、いいね。
それ誰が言ってんの？知らない人。で、弱いな。なんでだよ。弱いな。なんでだよ。いや、タモリはやっぱ強いじゃん。結局。あ、ちょっといいじゃん、これ。うん。死ぬ気でやれよ。死なねえから。タモリ。ほんとに？うん。うおぉー、強え。タモリは嘘。え？響いたのに。